そして三河湾から近いコータサーキット、トップクラスの設備、シャワールームまで完備されてます。このサーキットはですね、最大の特徴といえるのがエレベーターがあることです。これはですね、タワー3階までよく呼び出される私としては非常にありがたい設備だと思います。これならセレブな彼女でも連れて行くことができますね。さあコースイン。ドロード、最近のスーパーカーにはちょっと狭いかな。まあスーパーカーが走るっていうコースではないとは思いますが、久しぶりなのでコースレイアウトはすいません、ちょっと覚えてません。ここから下りですね。下りの結構勝負っぽいコーナーがある。それでヘアピン、縁石は低くいいですね。でもう一回回るの、で立ち上がり外に、ああ ここだね、ここだね、はいはい。結構コーナー連続してますね。でもすごい綺麗なコースです。連続できます。ちょっと運転が操作が荒くなってます。気をつけましょう。滑らせすぎ。これがダメなんだよ。ちょっとリアのショルダーの摩耗が進んでるんで運転が難しくなってきたところがあるかなと。コーダサーキット久々に走ってみました。いいコースですね。あのなんといってもバランスがいい。もう、全ての栄養素が含まれていますっていうようなコースレイアウトで、俺が特に面白いなって思うのはやっぱり1、2コーナー右にぐーっと旋回していってブレーキングから左に切り返していく。そこはもうブレーキ突っ込みすぎな人には一生速く走れないコーナーで、3コーナーがまたねすごい単純なんだけど、どうしてもね低いギアで立ち上がっていってるもんだから、あんまり姿勢変化させないようにアクセル抜いて加速向きを変えて加速に行きたいんだけど、そこが難しいんで、俺は最終的にちょっと左足であのブレーキ踏みましたけども、あそこは上級者にとって非常に、テーマとなるコーナーだと思います。
でその後、下って右ハイスピードから左っていうブーメランコーナーかな、あそこがねまたね上級者向け、すごい高い速度でブレーキング手前でブレーキ左曲がるっていうことを、まあ、最初はやんなしちゃいけないんだけども、そこからどん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 、レベルが上がってきたらそのブレーキングが強いうちは絶対タイム出ないよ。弱くして姿勢変化を減らしてコーナリング速度を上げていくと。でもそこを頑張りすぎるとそこ次のヘアピンが止まれないよと、そういうコーナーですね。でダブルヘアピン上がって、あとディッパー最終の、試験というか S 字というかですね、あれがね面白い。手前に1個コーナーがどうでも、運転上関係ないコーナーが的なものが1個あって、でその奥に出っ張りがあるんですね、あの縁石があるラインにインにつかなくちゃいけない縁石があると、そこにうまく持っていく、それからもう最低限の姿勢変化で、立ち上がりホームストレートの立ち上がりにつなげていくと、これはね、すごい難しい。最初考えてたよりも1個高いギアの方が速いっていう風になってきたらいいとこ来てるかなとっていう感じです。まあ、あの縁石が低いので縁石は使えますけども、コースを泥だらけにしないように、いろんなコースがあるんだから行かない手はないぞ。温泉とかねいっぱいあるしね、大体、あの僕も昔やったことあるんですけど、旅の途中に水波もたらんで寄った、まあ、近いからと思って、うん、行ったらグローブは貸してくれるしヘルメットも貸してくれるしっていう状態で半日遊びましたけど、スペアパーツくらい積んどいた方がいいです。パッとなくなって帰りサイドブレーキで帰ってきた覚えあって